皆さんこんにちは。初めての三国志 TV のナレーターの宇治一生です。今回は初めての三国志の編集長カワウソさんの戦国グルメ、明智光秀も食べた宴会裏メニューを紹介についてご紹介していきたいと思います。またよろしければ動画の下にコメント欄があるので、そちらも覗いてみてください。あなたからのコメントもどしどしお待ちしています。コメント欄をにぎわせて、みんなで歴史観や考察を深めていきましょう。戦国グルメ、明智光秀も食べた宴会裏メニューを紹介。一世紀以上も続く戦乱の戦国時代、さぞかし毎日毎日戦争で、人々は You are shock な夢も希望もない日々を送っていたかと思いきや、銭はある場所にはあるもので、贅を凝らした料理が振る舞われる大宴会も存在しました。 NHK 大河ドラマの主人公である明智光秀も出世する間にこのような大宴会を主催し、宴会裏メニューを楽しんだようです。今回は光秀も信長も秀吉も楽しんだめちゃうま宴会飯を紹介します。天正6年、坂本これと日向守会の豪華な料理。天正6年1576年正月、光秀は主君織田信長から八角釜という名器を貸しされます。当時の茶の湯は信長に許された限られた人しか開くことができず、それは文人や茶人を含め、羽柴秀吉、丹羽長秀、荒木村重、滝川一益のような軍団長クラスを務める12名の選ばれた人だけでした。もちろんこの12名に光秀は入っていて、それから10日後、居城である近江坂本城で光秀は豪華な茶会を開催します。それは坂本これと日向守会と呼ばれました。ここでのメインは信長から貸しされた八角釜ですが、ただお茶を飲んで終わりではなく、贅沢と息の限りを尽くした豪華な料理が並びました。丸1、船のナマス。丸2、生つる汁。丸3、スルメと鰹節の和え物。丸4、初物のたけのこご飯。丸5、うずらの丸焼き。丸6、つくしとうどのおひたし。丸7、薄皮まんじゅう。丸8、ローストしたかやのみ。丸9、そうめん。丸10、せり焼き。丸11、受け入り。丸12、味噌、山椒、むき栗、金柑。いかがでしょうか。船のナマスから始まり、鶴の汁、旬のたけのこ、うずらの丸焼き、魚のすり身、当時としては珍しい砂糖の入ったあん入りの薄皮まんじゅうまで、なかなか美味しそうですね。また料理でないので割愛しましたが、お品書きには料理を盛り付けた皿に至るまで名品であったことが記されています。もちろんこれを調理したのは一流の料理人であり、宴会に参加した人々は当時の日本で味わえる最高峰の和食に舌鼓を打ったことでしょう。光秀が召し抱えた戦国の料理の鉄人。戦国時代で最も洗練された豪華な料理を提供した光秀には、戦国の料理の鉄人とも言うべき人物が仕えていました。それが紳士作左衛門貞綱という人で、彼の父である紳士春家は内膳頭と呼ばれる室町幕府の有力御家人で、将軍足利義晴に仕えた料理の鉄人でした。彼の仕事は室町将軍が有力な守護大名の家を訪ねるおなりの際に、大勢の招待客の献立を古式にのっとった配置で考えるという大変なものでした。その春家の息子である貞綱も、幼い頃から室町時代最高の料理を仕込まれた料理の鉄人だったということなのです。また光秀自身も時系図という資料では、紳士春家の弟で四男とされていることから、光秀も料理には一家言あったと考えられています。それにしても光秀は医学にも知識があり、料理も詳しいとは、かなりのマルチプレイヤーですね。宴会の締めの裏メニュー。しかし当時の宴会には、表のお品書きには記されていない知られざる裏メニューがありました。どうしてそれが表のお品書きに記載されなかったのか、それが食べ方がいささか下品だったからです。当時の宴会はなかなか古式にのっとった箸の上げ下げまでも細かく規定された窮屈なものでしたが、それも一通りのセレモニーが終わるまでのことであり、
酒が入って宴が果てると、招待された人々は、おい、姫いくれと要求し、そこに食べ残した鶴やらうずらやら魚のすり身やらつくしとうどのおひたしをぶち込んで、お茶をかけ一気にすすり込んだのです。ラモス・ルイが CM で、日本人ならお茶漬けやろうというより、400年も前から日本人はあらゆる食材を白飯にぶち込んでお茶をかけた汁かけ飯が大好きだったのです。でもこういう戦国武将の気持ち、わかるような気がしますね。改まった席でフランス料理や境界席やイタリアンを行儀よく食べた後、帰りは駅前のラーメン屋でチャーシュー麺をすすりながらビールを流し込む、あれに似ています。日本の裏メニューを残したルイス・フロイス。戦国の日本人が本当はどんな料理よりも美味しいと感じながら、下品だからと記録に残さなかった宴会の締めの汁かけ飯、その存在を後世に伝えたのは日本人ではなく、ヨーロッパからやってきた宣教師ルイス・フロイスでした。当時の日本人には当たり前のことでも、外国人であるフロイスにとっては見るもの聞くもの全てが珍しく、記録に残すに足りるものでした。宴会の締めに汁かけ飯を食べる習慣もフロイスによって記録されたのです。もう一つ、フロイスが記録に残した奇妙な日本の食事の習慣があります。それは、日本では汁物をいただく前には必ず舌で唇を湿らせておかねばならないという一文です。西洋のスープと違い、日本では汁物は熱々であることが喜ばれ、各自が息を吹きかけながら冷まして食べるのが当たり前でした。しかし、そんな習慣がない西洋人は熱々の汁物を冷まさずに口に運び、口の中をやけどし唇の皮がむけてしまうという失敗をやっていたのです。そこでフロイスは、日本で汁物を飲む際にはあらかじめ舌で唇を湿らせておけば唇の皮をむかないで済むと報告書の中に記録しました。つまり裏を返せば、当時の日本人は汁物を飲む前に全員が舌でペロッと唇を湿らせていたことがわかるわけです。戦国時代ライター、カワウソの独り言。戦国時代の裏メニュー、汁かけ飯について紹介してみました。一見礼儀にうるさいように見えて、酒が入るとなあなあになるのは今も昔もあまり変わらないような気がしますね。でも当代一流の料理人が精魂込めて作った料理を最終的に白飯にぶっかけてお茶をかけて食べるのは、いろいろな意味で最高の贅沢だと思います。最後までご視聴ありがとうございます。今回の初めての三国志 TV はいかがでしたでしょうか。これからも皆様と歴史を楽しむ、歴史を深める、歴史を話し合う動画をお届けしたいと思っております。もしこの動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録をお願いします。これからも初めての三国志をよろしくお願いします。